万華鏡シャリンガン。それは、ウチハ一族が持つ道術、シャリンガンの上位種と呼ばれるもの。長い歴史の中でも開眼したものはごくわずかで、ウチハ一族の中でも貴重な存在となっています。そんな万華鏡シャリンガンには特殊な道術が宿っており、開眼者それぞれで能力が異なるのも特徴の一つ。しかしながら、万華鏡シャリンガンの中でも明らかに他よりも弱い道術があるのも事実。読者の間では万華鏡シャリンガンガチャとも呼ばれています。そこで今回は、ナルトの作中に登場した万華鏡シャリンガンの固有道術の中で、ハズレガチャを引いてしまった残念な道術をランキング形式で5つご紹介します。第5位は、琴天つかみです。これは確か内橋水の万華鏡シャリンガンでしたね。現術をかけた相手に認識されることがなく操れる万華鏡シャリンガンの中でも強力な道術と言えます。でもこれって最弱ランキングですよね。何か理由があるんですか？大きな欠点が2つあるのです。1つ目は、使用頻度が十数年に一度しか使えないこと。戦争をしているナルトの世界では、戦闘回数が多いので、この長いインターバルは直接的な戦闘に向きません。確かにこれは使いにくいですね。2つ目は、複雑な指示も出せるが意図した結果にならない。つまりどういうことだってばよ。作中でウチハイたちは、サスケの助けになるように、ナルトにシャリンガンを向けた者にこの葉を守れという命令の幻術こと天つかみをかけましたが、江戸転生時にイタチへこと天つかみが発動しました。結果、イタチは江戸転生の呪縛から逃れることができたので、ある意味最高の結果に、作中の結果のみ見るとタイミングよく発動しましたが、イタチの当初の意図からは外れています。このことから複雑な術ゆえ、術者の意図とは違う内容になってしまうことと、使用頻度が低すぎて安易な考えで使用できないこと、戦時中という複数の戦闘や長期的な戦闘には向かないこと、以上3つの弱点があるので、琴天つかみは最弱の万華鏡シャリンガン候補としてランクインすると思います。インターバルが長すぎて使い道と使いどころがかなり難しい万華鏡シャリンガンですね。能力自体は非常に強いだけに残念。単純にコスパ最悪すぎます。第4位は転写封印です。この術は、第三者のシャリンガンに発動条件を仕込む術で、準備が必要かつ、シャリンガンにしか仕込めないのが残念ポイントな道術です。また、術者の意図したタイミングや守る対象が必要とする場面での発動が不可能となっています。これは微妙。作中のサスケは、イタチによって仕込まれた転写封印アマテラスで飛びを意図せず攻撃しています。飛びの能力で何事もなかったように、転写封印アマテラスの説明をサスケに始めますが、自己防衛というより、コントロール不可な事故で発動した感じです。このシャリンガン限定の能力で術者のコントロールが難しく、意図しない事故を起こす可能性から、転写封印は万華鏡シャリンガンの中でも外れだと思います。とはいえ、何かしら使い道はありそうですけどね。発動タイミングが良ければイザナギを仕込んだりすればなかなか有用だとは思います。ですが、基本的に発動タイミングが難しいのでそういった意味で使いにくいのは間違いないですね。第3位はアマテラスです。視界の相手を黒煙で燃やす能力で、その炎は対象を燃やし尽くすまで消えない強い能力となっています。しかしこの能力は致命的な弱点があります。その理由となるシーンは作中3回登場します。3回も登場するんですね。一つ目は、五影階段時にサスケが奇襲をかける、四代目雷影との戦闘シーン。サスケがアマテラスを発動時、雷影は避けて後ろの侍に着火しました。その後もサスケはアマテラスを使いますが、黒煙の盾の上から雷影に雷逆水平で攻撃されます。アマテラスの黒煙の盾に触れた雷影の左腕は着火しますが、気にすることなくサスケを攻撃。その後自ら左腕を切断します。これから言えるのは、アマテラスは素早いキャラ、感知能力が高いタイプには、割とあっさり避けられてしまう弱さがあります。基本的に強いキャラは速さもそれなりなので、アマテラスは強者相手には弱いと思われます。しかも連発しすぎると目にダメージいきますからね。これはちょっと使いにくい能力かも。二つ目は、同じく五影階段時の雷影との戦闘シーンの続き。サスケはアマテラス覚えたてで使いたかったんでしょうね。アマテラスを再び使うのですが、今度はガーラの砂で防御されてしまいます。アマテラスは遠隔系の術者にもちょっと相性悪いですね。そして三つ目の理由は、着火しても頑張れば抜け出せるということ。
アマテラスは侍の鎧にも着火するのですが、この時手まりと勘九郎によって鎧が剥がされます。そして鎧が剥がされた後の外傷が少ないことから、着火後に急いで衣服を脱げば防げるのでは、という致命的な弱点が発覚してしまいます。アマテラスは燃え続ける炎ってだけですし、ジライアにも炎を封印してあっさり対処されてましたね。本当に活躍したシーンが見当たらないのがアマテラス。万華鏡シャリンガンの中でもハズレなのは間違いありません。アマテラスと来たらこれも忘れてはいけません。そう、エントンカブツチ。これは、アマテラスの応用能力強化系の能力で、アマテラスの炎を操り、変化させることができます。十尾との戦闘時にナルトの風遁鏡大玉螺旋手裏剣とサスケのカトンスサノオをカブツチが合わさり、シャクトン降臨疾風漆黒の矢ゼロ式と港から名付けられ、撤回された技でもあります。港さん、さすがにこのクソダサネーミングはないっすよ。ナルトとサスケの最後の喧嘩で千鳥にカブツチを付与してナルトの螺旋岩に対峙し、その後の結末につながる重要な技ではあります。しかし、強さとはまた無関係。アマテラスの応用能力のため、術と合わせて使用する場合は威力操作性の上乗せになりますが、アマテラスが亡くなった場合、カトンの状態変化になるため、無能力に等しくなるのです。そういった意味でも万華鏡シャリンガンの能力で最弱級の技と言ってもいいと思ってます。アマテラスとカブツチ二つで一つみたいなところありますからね。カブツチしか宿ってなかったら兄弟外れの万華鏡シャリンガンになるところでしたね。擁護するとすれば、カブツチも一応体を覆うくらいの黒煙が出せるので、近接メインで使えば相手に着火させることができますね。あとは雑に手裏剣に付与するとかですかね。そして堂々の第一位は、内波神が使った固有道術です。そんなキャラ作中に登場しましたっけ？ナルト外伝七代目火影とヒーローの花つつきに登場したキャラクターですね。なるほど、一応ナルトではありますね。どんな道術を持っていたんですか？マーキングしたものを自由に動かせる、時空間忍術っぽいことができますね。桜と対決で葉のついた武器を腕の形に変化させたり、空中に放ったり、桜を追尾したりするなど、精密な操作が可能にはなってます。怪力と高い身体能力がある桜をあと一歩まで追い詰める描写もされているので強そうに見えます。飛来神の術っぽくて強そうに感じますけど、悪くはないんですが、自分の血でマーキングしたものを操るという術となっているので、飛来神の術のように自分自身をマーキングしたものと入れ替えるといったことはできないんですよね。そういった意味でも、あまり強さは感じられず万華鏡シャリンガンの中では外れかなと思います。自分の忍術に組み込んで応用するくらいしか使い道ないかもしれませんね。これは確かにそこまで脅威と思わないかもしれません。今回はナルトの世界に登場する万華鏡シャリンガンの中でもちょっと弱いと感じる能力を5つ紹介しました。ちなみに強い固有能力は？まずダントツでカムイですよね。カムイは強すぎましたね。帯とは柱間細胞もあってカムイ連発できたので、そういう描写もあってかなり強く感じます。あとは両目カムイの描写もえぐいですね。完全体質作能から繰り出されるカムイ手裏剣は当たった場所を時空間に飛ばしてしまう性能。そして手裏剣も大きいので当たりやすいという。万華鏡シャリンガン SSR と言ってもいいでしょうね。SSR どころか UR レベルですよこれは。カムイに対抗できる術がほとんどなかったことも多くの人が最強の万華鏡シャリンガンと言われるゆえんですね。確かに言われてみればなかったかもしれませんね。6000億枚の木爆札とかまだらのブドウ玉くらいですか。カムイに対抗できるのはカムイだけって感じですよね。ということで、今回の動画はここまでとなります。他にもこの万華鏡シャリンガンが弱いと思うなど自分の考えをコメントしていってもらえると嬉しいです。このチャンネルではナルトボルトを中心に様々な考察解説を行っています。万華鏡シャリンガンの中でもアマテラスは引きたくないという方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。